ただいま。あー疲れた。カニちゃん、チェちゃん、帰ってきたよ。ファイ、お帰りなさい。帰り。あー疲れた。休憩しよう。ふー、よいしょ。今日は松屋で何食べたの？牛焼肉定食食べたよ。好きだね。あれが美味しいんだって。あれ、これ何これ？スモールライト。ウケる。あー小さいライトだからスモールライトって書いたのかな。自転車のライトにしか見えないけどね。これどうしてこんなところにあるんだろう。スモールライト。ねえねえ、このスモールライトってどうしたの？チャイのポケットに入ってたやつだけど絶対使わない方がいいよね。なにそれ、めっちゃ振り聞いてるじゃん。よし使うか。スタッフさんやめておきなよ。絶対にやめた方がいいよ。よし、これで小さくなってカリンちゃんチャイちゃんの上に乗っかるぞ。あースタッフさんやっちゃった。あーやっちゃった。何が、あれあれあれ、どうなっちゃってんのこれ。あーえ、なんだここ、真っ暗だ。かりんちゃん、ちゃいちゃん、誰もいない。お、あそこに明かりが見えるぞ。ってことはここは洞窟かな。よし、あそこの穴から出られるかもしれない。ああ、なんか柔らかいもので閉じ込められてるみたいだ。よし、本気でいくぞ。せーの、よいしょ。おお、出られた。あれ、俺のメガネじゃない？なんかサイズ感おかしいけど。え、これは何？俺のスリッパ？ここから出てきたんだよな。てかこれ俺のニット帽じゃん。俺のスリッパ。俺のメガネ。いつも使ってるテーブル。いつも座ってる椅子。ってことは、本当に俺小さくなっちゃったの？マジか。ってことは、いた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 、チャイちゃん、チャイちゃん、おーい、チャイちゃん、全然聞こえてない、寝てるな。よし行くか。これだな問題のスモールライト。絶対偽物だと思ったわ。でもせっかくだから小さくなった自分を楽しみましょうかね。よし、チャイちゃんにもっと近づいてみよう。うわ、結構でかいかも。すげー、こんな感じになるんだ。ちょっと回り込んでみよう。朝日も沸騰。そうだ、かりんちゃんどこ行ったのかな。ソファーに乗ってたよな。後で探そっと。おー、でけー。チャイちゃんのお顔見に行こう。お、チャイちゃん、チャイちゃん、チャイちゃん、あれ、チャイちゃん、スタッフさんの声が聞こえる。チャイちゃん、どこだろう。ここ、ここ、下下下。ああ、スタッフさん、何小さくなって。いや、チャイちゃんのスモールライトで小さくなったんだよ。ああ、そうだったよね。チャイたちのご飯までには戻りなさいよ。はーい。おー、やべえ、でけえ。おー、すげえ。恐竜みたいだ。はあ？何言ってんの？ぶっ飛ばされたいのかな？チャイちゃんごめん。今ぶっ飛ばされたら俺死んじゃうから。じゃあぶっ飛ばされたくなかったら静かにしてね。おお、振動すご。この高さならジャンプしたら登れそうだな。静かにしろって言われたけど、ここは行くっきゃないしょ。登れた。すげえ景色。よいしょ。うわー、すげえ。よし、よし、歩きに行く。おあし、あーすげえ抜かる。あー疲れた。田植え体験思い出す。よし行くぞ。よーしょ。ちょっと何？チャイちゃん落ちるから動かないで。あー急に乗っかる方が悪いでしょ。
ちょっとチャイちゃん捕まるとこないの？アトラクションじゃないんだからそんなのあるわけないよね。あぶない、ないないない、ウケる。チャイちゃんマジで落ちそうだから。おー、あぶねえ、あぶない危ない、おりゃー、滑る。チャイちゃん柵つけといた方がいいよ。アトラクションじゃないの。ジャンプ、楽しい。ジャンプ、もうジャンプ、おほら、すげえ楽しい、すげえ弾む。滑りようとも知らないからね。楽しい、あ、滑った、おおおお、あ、痛え。ほら言わんこっちゃな。あ、痛えけど楽しかった。もうカリンちゃんとこ行ってきて。そうだそうだ、チャイちゃん、なに、カリンちゃんどこにいるの？ソファーの上にいるんじゃないの？やっぱそうだよね。あれ、カリンちゃんかな。じゃあチャイちゃん、ちょっとカリンちゃん見てくるわ。はい、行ってらっしゃい。ちょっと遠くからカリンちゃん見てみるか。あー、天井高っ。自分が小さいと景色がこんなに変わるんだな。お、カリンちゃんやっぱりソファーの上にいた。カリンちゃん、全然反応ない。よし、カリンちゃんとこ行こう。ソファーの足のところから登れないかな。へえ、近づいてみると意外と高いな。よし、ペッペッ、よっ、ダメか。よし、もう一回。あ、これ無理だわ。全然登れる気しないもん。他になんか方法ないかな。なんか登るための土台みたいのないかな。小さくなった時のために何か土台用意しとけよかったな。お、爪研ぎいけるんじゃね。きた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 。この爪研ぎに乗ってソファーに飛び乗るっていう作戦で行こう。よいしょ。戻ったら爪研ぎ交換してあげよう。よし、これだけ高さあればいけるでしょう。奥から走り込んでってジャンプすればいけるはず。よし、よし、よし、行くぞ。1、2、3、だい、だ、全然無理。届く気が全くしない。なんかいい方法ないかな。トランポリンみたいなのがあればいいんだけどな。あ、めっちゃいいこと思いついた。このさ、スリッパのアーチになってるところ、トランポリンとして使えるんじゃない？ソファーの真下に持っていくことができればそこからジャンプしていけるはず。ただ問題はこのスリッパが動くかだな。よし、やってみるか。せーの、あー、動いた。よし、今度はつま先。これを繰り返せばソファーの下までいけるはず。よいしょだよ。おー、カリンちゃんだ。カリンちゃん、誰でシャンリンシャンって言ってんの？おー、シャンリンシャンじゃなくてカリンちゃんって呼んだのに。あ、スタッフさん、何してんの？お、気づいた。チャイちゃんのスモールライトで小さくなっちゃってさ。え、それでスリッパ好きになっちゃったの？なわけねえわ。またまた。このスリッパ使ってカリンちゃんとこ行こうと思ってんの。あー、あと一息。よいしょ。あれ、これ以上動かない。おーい、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 スタッフさん、スタッフさん、何カリンちゃん、うるさいよ。だってスリッパこれ以上いかないんだもん。あー、どうなってるんだ。げっ、クッションフロアに引っかかってる。これじゃ登れないか。せっせっかくここまで持ってきたのにな。くそー、なんか他にいい方法ないかな。チャイちゃんに聞いてみよう。チャイちゃん、なに、あのソファーに乗る方法なんかない？うーん、一つある。え、なに？筋トレして力をつけて登る。筋トレ痩せるし一石二鳥。よし、疲れたし一旦寝るか。ニットの隙間がお星様に見えて綺麗だな。次の日、僕は筋トレをすることにした。
いい方法がないかと最短ルートばかりを探してたけど、結局そんな方法なんてない。もしそんな方法があるのなら、地道にコツコツ力をつけること、それが一番の最短ルートだと僕は思った。よし、今の自分だったら絶対にいける。よし、行くぜ。ふっ、だーい、あ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 ーカリンちゃん、登れた。スタッフさん、でかい。スタッフさんが小さくなったんでしょ。うわー、カリンちゃん大きくても可愛いね。そんなにジロジロ見るなよ。パンチお見舞いするよ。ちょっとそれはやめて。俺今やられたら死んじゃうから。チャイちゃん、登れたよ。反応なし。カリンちゃん、乗っていい？メロン。ダメだよ。カリンちゃんどうして？カリンちゃん乗るの夢なんだって。あっち行きなさい。なんだよケチだな。おっきいな。スフィンクスってこんな感じかな。よし、カリンちゃんに何と言われようとも自分の夢を果たす。よし、よし、おらんちゃって乗らないって言ったでしょ。あ、死んだかと思った。おお、カーリンちゃん死んだかと思ったよ。スタッフさんが悪いんでしょ。ちょっとカーリンちゃん、うん、あ、やめてよ。スタッフさんしつこいんだもん。カーリンちゃんスキンシップだよ。じゃあスタッフさんのお膝乗らせてよ。膝折れるわ。あれ、急に寝た。うわ、耳おっきいな。この中で住めそうだもん。いや、それにしてもでかい。こんなのに噛まれたらひとたまりもないわ。よし、カリンちゃんが寝てる間にカリンちゃんの上乗るか。お、尻尾動いてる。寝てても尻尾動くんだよな。ってめっちゃ起きてる。そりゃそうだよ。スタッフさんが乗らないように見張ってなきゃね。乗るわけないじゃん。カリンちゃんはね、人をね、信用した方がいいよ。ああ、おお、言って、ちょっとカリンちゃん何すんの？うわーい！ああ、いて。お前の喉をこの資材ハンチでかき切ってやるぞ。やべ、ここからなんとか抜け出さないと。ああ、入った。頭クラクラする。カリンちゃん大きくなったらやべえな。それから僕は気を失ってしまった。どのくらいの時間が経ったのだろう。僕にチャンスが訪れた。あれ、尻尾が収納されてる。よし、今しかない。おっ、よし、チャイちゃんと違って毛が長いから新雪踏んでるみたいだ。なんとか頂上に登った。疲れた。なんか寝息聞いてると俺も眠くなってくるな。ちょっと失礼させてもらうか。最高。目指せ1000いいね。チャンネル登録をしておくとカリたちの動画を見つけやすくなるよ。カリンちゃん、それ劇的ビフォーアフターのモノマネ。あなたにおすすめの動画。どうも、クマのプーさんです。プー、みんな今日の動画どうだった？こちらとしてはスタッフさん小さくなったらすごくめんどくさい。ほんとかまってちゃんだよ。もしこの動画の評判が良ければまた続きがあるかもしれないよね。高評価よろしく。